いつか幸せになりたいとか夢を実現させたいと願いを持つことは悪いことじゃない。それはつまり未来を信じているということだし、まだまだやらなきゃなことがあるってことだ。辻仁成。いつか幸せになりたいとか夢を実現させたいと願いを持つことは悪いことじゃない。それはつまり未来を信じているということだし、まだまだやらなきゃなことがあるってことだ。未来を考えないものに未来はない。ヘンリー・フォード。未来を考えないものに未来はない。過去や未来への執着があるということは、それはつまり恐れを抱き続けることを意味している。ジェラルド・G・ジャンポルスキー。過去や未来への執着があるということは、それはつまり恐れを抱き続けることを意味している。上を向いている限り絶対にいいことがある。三浦知良。上を向いている限り絶対にいいことがある。今を変えなければ未来を変えられない。五郎丸歩。今を変えなければ未来を変えられない。今を戦えないものに次や未来を語る資格はない。ロベルト・バッチョ。今を戦えないものに次や未来を語る資格はない。私に言わせれば、人生は思い通りになるし、それどころか人間の思いが未来を作る。西田文郎。私に言わせれば、人生は思い通りになるし、それどころか人間の思いが未来を作る。誰にでも時間は平等だし、過去は変えられないけれど、今や未来は自分次第。安室奈美恵。誰にでも時間は平等だし、過去は変えられないけれど、今や未来は自分次第。豊かで栄光ある未来を今計画しなさい。将来のことでも、それを実行するのは常に今です。今の努力が未来を作るのです。ジョセフ・マーフィー。豊かで栄光ある未来を今計画しなさい。将来のことでも、それを実行するのは常に今です。今の努力が未来を作るのです。
過去のことは君の方から言わないでくれよ。僕たちは未来へ向かって生きよう。田村康次郎。過去のことは君の方から言わないでくれよ。僕たちは未来へ向かって生きよう。願望が成就した場合を思い描くうちに気分が高揚してきたら、あなたの願望は未来から現在へと確実に移動しつつあります。ジョセフ・マーフィー。願望が成就した場合を思い描くうちに気分が高揚してきたら、あなたの願望は未来から現在へと確実に移動しつつあります。日々の取り組み方のみが未来の自分を作る。柴田陽子。日々の取り組み方のみが未来の自分を作る。人間である限り誰でも過ちはある。しかし賢者や善人は自分の過ちや失敗の中から未来に備えるための知恵を学び取る。プルタルコス。人間である限り誰でも過ちはある。しかし賢者や善人は自分の過ちや失敗の中から未来に備えるための知恵を学び取る。過去に自分はいないし、未来に自分はいない。自分がいるのは今。小池和夫。過去に自分はいないし、未来に自分はいない。自分がいるのは今。最後までご視聴ありがとうございました。またご視聴ください。